ヤャンネア・ホネンは、フィンランドのスキージャンプ選手、フライング・イーグルのニックネームを持つ。早くからその才能を見込まれ、1994年、リレハンメルオリンピック代表に16歳の若さで選ばれる。また、1993年と1994年のジュニア世界選手権で、個人、団体2年連続2冠を成し遂げた。ワールドカップでは、 史上第4位の通算36勝、2位44回、3位28回。男子では、表彰台合計108回は、史上最多。2003、04シーズンと2004、05シーズンの2年連続総合優勝。他に、総合2位が2回総合3位が4回ある。2004、2005シーズンは、史上最多のシーズン12勝と、最多タイの6連勝を記録。 2005年にはプラニッツァのフライングで240メートルの史上最長、飛距離を記録。世界選手権では1997年のノーマルヒルと2005年のラージヒルで共に優勝。通算で10個のメダルを獲得した。伝統あるスキージャンプ週間では史上最多5度の総合優勝を成し遂げている。しかしオリンピックではその実力を発揮できず、1998年、 長野オリンピックでは、ノーマルヒル4位、ラージヒル37位、団体5位。2002年ソルトレークシティオリンピックでは、ノーマルヒル4位、ラージヒル9位、団体銀メダル。2006年トリノオリンピックでは、ノーマルヒル6位、ラージヒル9位、団体銀メダルに終わり、オリンピックの個人種目のメダルはない。2008年3月26日に一旦現役、引退を表明した。 4月には FIS からも引退が発表された。同年7月9日には地元ラハティのノーマルヒルで引退試合が行われ、各国から共に競ったライバルたちが集い、偉大な選手の現役引退に花を添えた。3ヶ月間ジャンプのトレーニングをしていなかったが、日本とも最長不倒を記録して優勝した。しかし、2009年3月9日にバンクーバーオリンピックに向けて、 現役復帰を表明。年末のジャンプ週間では2位が2回、3位が1回と3度、表彰台に上り、復活を印象付ける中、悲願の金メダルを狙った2010年。バンクーバーオリンピックは、ノーマルヒルでは、五輪3度目の4位。ラージヒルは1回目16位の後2回目を、膝の毛が悪化のため危険し31位。団体戦は欠場と不本意な成績に終わった。 その後もフィンランド代表として活動を続けたが、2010、2011シーズンをもって、再び現役を引退した。しかし、2013年1月10日、ソチオリンピックで悲願の個人メダルを獲得することを目指し、再び現役復帰を表明した。その後、ソチ五輪や2018年のピョンチャン五輪にも出場。フィンランドでは夏冬通じて、 最多の7回目の五輪出場となった。ありがとうございます。